はいみなさんこんにちは、リッキー社長です。今回はですね、まあ今ですね、2024年に向けてというか、この2023年に入ってからですね、まあ約4ヶ月ぐらいがですね、経ったと思うんですけれども、まあ、本当にですね、様々なセクターでね、暴露だったりとか真実というのがね、まあ、明らかになってきている。もうかなりですね、多くの情報というのが、過去にも未来にもですね、えー、全部ですね、こうリークされるような、そういったですね、暴露の年だなというふうにね、すごく感じるところなんですけれども、まあその中で今回はですね、今ね、話題になっている トランプさんがあの逮捕されるんじゃないかというね、件に関するところのですね、新たな情報とともに、あとはこれ今かなりやばいんですけど、 まあ、例のアレに関するところでですね、あの、清掃の中でですね、まあ、その精子とかそういったものがですね、もう例のアレに完全に置き換わっていると、えー、スパイクにね、置き換わっているというようなね、えー、そういったまあ報告というか、まあ、ある博士のね、えー、そういった報告が、ね、あ,あったりとかしますんで、まあ、ちょっとその辺に関するですね、情報のアップデートしていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。で、まず最初にですね、まあ、これは日本のお話になるんですけれども、えっ、ー、と、 日本じゃない。まあ、イギリスだね。あの、イギリスのですね、BBC。あの、先日ですね、あの、ジャニーズの、あの、闇の暴露とかをしていた BBC がですね、あの、職員に仕事用のスマホから TikTok を削除するように韓国と。 いうことでこれがですね、まあ、そのスマートフォンの中に存在するデータだったりとか、い、ま、わ、あ、ば社内用の、ね、スマホというところで仕事の、ね、内容とかも含まれていると。まあ、それがやはりこう中国政府に、ね、漏れる可能性があるのは、えー、やばいということでですね、まあ、そういった措置を取っていると。で今現状、本当にこの TikTok の、ねえー、規制というのがですね世界各国でまあどういった、えーまあ、強度であれですね、えー、こう行われていると。 で、アメリカではですね、TikTok 自体が App Store とか Google Play とかから削除される可能性もね、出てきているというぐらいですね、本当に世界では、まあ、このね、 あの、まあ、スパイアプリというふうに言われていてですね。まあ、すごくですね、懸念だったりとか、まあ、対策というのが取られてきているような、え、状況になってきているわけなんですけれども、えー、今、今ですね、あの、日本はですね、デジタル庁が、え、今もなおですね、え、TikTok と提携ということでですね、あの、マイナンバーカードとかね、その辺の申し込み方法とか、なんかメリットみたいなね、ところをね、あの、有名 TikToker とかとですね、まあ、組んで、 こう動画を流してたりとかするわけなんですけども、いやもうね、明らかにね、おかしすぎるだろうという感じですね。まあ確かに TikTok ね、本当に媒体としてはね、もうすげえすごい、あの、素晴らしいというか、あの、 本当に、まあ、なんていうのかこうね、えーまあ、一発でというか、一発当てに行ける、YouTube よりも、えーまあ、ラフにですね、当てにいけたりとかするようなですね、そういった SNS 媒体だということで、まあ、集客だったりとか、あとはインフルエンスっていうところで,ですね、まあ、非常に強力なですね、そういった媒体になってるわけなんですけども、まあ、一方でですね、<laughs> まあ多くの世界各国のですね、人のそのデータだったりとかそういったものがですね、もう完全に、えー、えまあその中国政府側にですね、持ってかれてるというのがうリー、リークされてるわけですよね。まあファーウェイとかもそうですけど、まあそういったところのね、懸念があるということでですね、これに関しては便利かどうか以前の問題でね、その安全性の部分で、まあ規制をするべきなんじゃないかというふうなことはね、もうずっと言ってるかなと思うんですけれども、まあ日本はいまだにですね、え、それをせずに、むしろ政府機関がこれと組むというですね、暴挙というか、 まあ、行をね、ずっと働いてるわけですよね。だから、こういったニュースとかをですね、全部本当にね、なんかこう、なんていうの映像とかだけではなくて、こう、目の前に行ってね、本当に何人かを並べてですね、まあこう、リアルにね、 え、答弁するようなね、そういった機会とか作るべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。この河野太郎さんとかそういった人とかね、あとは加藤大臣とかいろいろと思うんですけど、まあそれでこそクリーン性がね、担保されるっていうようなところかなというふうに思いますし、そういうのがないままにただのデマだデマだとか、えー、なんていうかな、まあずっとですね、国民の意見聞き入れない状態でですね、ずっと親中的なね、動きを繰り返してるやつだ。本当にですね、まあレベルで言ったら本当にもう、 あの、極刑、極刑、あの、他の国だったら極刑になるようなレベルのですね、えー、ことをですね、平気でやっていたりとかするということで,ですね、まあ、こういったね、<laughs> ところが、えー、ありますので、まあ、このね、TikTok に関してもそうなんですけど、まあ、こうね、国家防衛上のですね、部分というのは本当に非常にこれから重要なポイントになってくるかなというふうに思いますので、もう直ちにデジ,デジタル庁はね、この、えー、TikTok とのですね、まあ、提携をね、破棄すべきなんではないかなというふうに思いましたね、ちょっとね、えー、まあ、イギリスのお話でしたが、えー、シェアをさせていただきました。 で、次がですね、まあ、例のね、あの高市さんいじめというところで、あの小西がですね、もうやばい,いや、やばすぎるというか、どういう育ち方したらこういう人間になるのかっていうのがですね、本当になんか見てて痛いんですよね、発言とかもいちいち。で、 まあその中でですね、まあ今ね、ネット界隈というか、え、まあ YouTuber だったりとか、そのインフルエンサーとかで、まあそのコニスさんを批判したりとか、え、する人たちがいた、いたと、まあいると。で、それでまあそれに対してですね、え、刑事的な、え、訴訟するとみたいな、え、みたいなですね、話を出て、 出していたりとかするわけなんですけれども、まあそれに対して池田信夫さんとかにもですね、こう噛みついていたりとかしましたが、あの、その池田信夫さんがですね、訴訟を起こせば、その小西たちをですね、あの国家公民法違反で告発するというようなことを言っていてですね、 ま、小西さんは生き出しの発言を検証し、法的措置を講じるみたいですね。まあ、いつものね、えー、法的措置詐欺みたいなね、えー、状態かなというふうに思うんですけれども、もう今ですね、ここまで来たというようなところでですね、もう絶対的な証拠があるというふうにですね、まあ、言ってたりともするということでですね、まあ、ある意味この小西さんからしたらその発言とかがね、本当なのであれば全然痛くもかゆくもない話かなというふうに思うんですけれども、あのー、これでですね、 まあ本当に噛みつくのかどうかっていうのはちょっと見ものかなっていうふうにはちょっと思いますね。うん。で、まあ実際ですね、その捏造だなんだと、まあ総務省も結局ね、あそこも甘下り先だったりとかね、いろんなことがあったりとかするんで、まあ結局ね、高市さんの見方なんてまあしないとは思うんですよね。で、なんですけど、<laughs> でなんですけれども、やっぱりその辺がですね、ぐるになって今のね、この状況を作り出してるとは思うんですが、そもそもその文書書いたやつ出してこいよって話だし、あの、いろいろですね、仕方されてるというか、あの話をすり替えられてる。 え、状況だったりとかするということでですね。まあ、非常にですね、あの、テレビで報道されて内容だったりとか、そういったものとは、えー、なんていうか、かけ離れた、えー、まあ、状況っていうのがですね、この国会で行われているなと。しかもね、こんなことよりももっとね、あの、見るべきというか、議論すべき、そういった案件とかっていっぱいあると思うんですよね。なのに、ね、こんなことに対してずっとね、時間をね、えー、使っていいような、え、形になっているということですね。それでこいつら給料をもらっていると、本当ふざけんな端子ですよね。まあ、そんなところでですね、<laughs> <laughs> まあこの池田信夫さんとかもですねまあこの小西だけのね責任とかではないとまあそいつだけじゃなくて普通にえー、まあ泉代表とかねその辺の問題でもあるということを言っていてですね、まあ、動くな動かぬ、えー、証拠があるということを主張していると <laughs> まあこれがどういったね形になっていくかっていうのはちょっとねまあ多分まあ,あのそんな風にはなってあの発展していったりはしないと思うんですけどただまあこれはですねもうちょっと白黒,白黒ねつける あの、タイミングとしてはいいかなというふうに思いますので、ぜひね、実行していただけたらなというふうに感じているところです。で、次がですね、まあ、例の、あのトランプさんが逮捕されるのかどうかっていうね、ちょっとお話なんですけども、一応それもですね、なんかまだ、なんか残ってるというか、 まあ一部ではトランプさんのね戦略だったんじゃないかということです。まあ実際そこは大きいと思うんですよ。えー、なんですけれども、ただやっぱ、えー、その起訴自体はですね、起きる可能性ちょっとあるんじゃないかということでですね。まあただこの件、あの、この今回のですね、<laughs> 逮捕だなんだと言ってる件というのはすでにですね、問題としては決着しているような問題なわけですね。それをなんか蒸し返してきて、あの、 なんだろうな、こう、弁護士に対して、ええー、何がこう、まあ、口止め料とかそういったものを払ったんじゃないかどうかっていうところのですね、まあ、そこが焦点になってるみたいなんですけど、まあ、そもそもこの今回のですね、えー、講演という弁護士がいるわけなんですけども、まあ、その人がですね、トランプにこうやって言われたんだ、みたいなね、話をしていたりとかするわけなんですが、まあ、多分ね、明らかに嘘なんですよね。うん。で、まあ、 過去にですね、この公演に関してもですね、結構自分でですね自首しているようなですね、えー、件とかもですね、他の犯罪とかであったりとかしてですね、まあ、なんかね、ちょっとね、やっぱりこうさすがにですね、まあ、不自然な情報というのがね、多々出てきているかなというふうに思いますし、<laughs> まあ今、その銀行の破綻とかいろいろな、ね、話もあったりとかするということで、まあ、このトランプ系のね、話をまあ隠れみのにして、そっちを進めたいのかなとちょっと感じていたりとかも、えー、するところであるんですけれども、 <laughs> ただ、一応、ですね、まあ、当初の予定で言われていた、えー、まあまあ今週ですね今週の火曜日っていうのは、もうた過ぎたというか、まあ、アメリカ時間では本日かなとは思うんですけれども、まあ、おそらくそういったことは起きてない、えー、ということになりますので、まあ、単純にですね、えー、まあキャンペーンというか、えー、そういったマーケティングの一環としてですね利用した形で終わったんではないかなというふうにちょっと考えているところであるんですが、ただ実際、ですねその急進左派民主党のですね、えー、こういった強行捜査というか、もうまあまあ日本でいうところの小西みたいな感じで なんかそんな感じのことをねずっとやってきてるわけですけれども。 まあ、それがですね、まかり通ってしまっている状況というのが非常に問題かなというふうに思いますし、まあ、これに関してはタッカー・カールソン、あの、FOX ニュースのね、タッカー・カールソンもですね、激怒していて、民主党はその大統領候補の有力者を不当な刑事事件でその潰すことが許されるのであれば、もうアメリカで終わりであると。もう永久に国民が、あの、大統領をそもそも選ぶことができなくなるからだということでですね、あの、民間の意思とかそういったものがガン無視された状態で、ね、ずっとね、すべてが、ええー、まあ、進んでいるということで、まあ、今の日本もね、全く同じ状 状況かなっていうところですね。まいつか本当に終わらせないと本当にやばいなというふうにですね。ちょっとね。思うところであるんですよね。<laughs> まあ本当に。この。 まあ、トランプさんいじめというのは、ですねまだまだ全然序の口かなというふうには思っていて、まあ、逆に言うと、今、この状況とかを利用して、ですね、まあ、逆にこう、えー、支持率だったりとか、そういったものも上げていってい、ね、る状況なのかなとは思うんですけれども、まあ、今後、ですね本当に今、死人とかも出る可能性もあるんじゃないかというレベルで、ですね、えー、おそらくこの民主党サイドはですね人員不足だったりとか、そういったところもあるということで、多分まともに戦ってては、あの絶対に2024年の選挙勝てないんですよね。でだからといって、じゃあ、黙ってね何かしないままに。 いいるかっていうと全然違くて、去年からもうずっとあるわけじゃないですか。もう月一で新しい案件出てくるみたいな感じですね。まあ、トランプさんを攻撃している状態になっているわけですよね。で、<coughs> ね、なんですけれども。 まあ実際、まあ Facebook とかにも復活したりとかですね、投稿も開始し始めてるということでですね、まあそれこそバイデン政権になってから、まあ様々なインフレの加速だったりとか、まあ今まして銀行の破綻だったりとか、様々な、えー、起きていたりとか、186個の銀行がね、破綻する可能性も出てきているというようなところもあってですね、まあ非常にですね、国民からしたら、まあ不満が募ってるわけですよね。まあそんなところで今まで、 政治とかそういった部分に興味がなかったような人とかも、まあそういったね、えー、誰を選べばいいのかっていうね、ところに目が向き始めてるということでですね、もう次はもう、えー、まともに戦った場合には絶対ないだろうというところではあるんですが、 まあ、隠れトランプ支持者とかね、そういったところもね、全然いるかなというふうに思いますんで、まあ、ちょっとですね、それらに関するね、ところに関しては、マジでね、これから、えー、そうですね、本当12月というか、来年に向けてですね、めちゃくちゃね、大きくいろんなことが動いていくんではないかなというふうに思いますんで、ちょっとね、この辺もッチして、皆さんの方にも、えー、シェアをしていきたいというふうに思います。で、次、これ最後なんですけれども、これがマジ、激弱すぎて、あの、<laughs> まあ結構今、その、ま、不認証というかですね。 まあこえー、胎児がですねおなかの中でこう死んじゃったりとかで心臓止まって死んじゃったりとかさまざ、あ、まなね、えー、ことがいろいろ世界的に起きていたりとかするわけですよで実際日本でもそういうのが、ね、あったりとかする、えー、ような状態なんですけどこの度ですねこれがですねあ,のあるねブルクハルト教授という方がいるんですけどその方が、ね、発表したのが清掃の中でスパイクが、えー、ほぼ、えー、完全に精子に置き換わっていることを確認したということでこれはね個人差はあるっぽいんですけれども、まあ、ある28歳のですね 子持ちの男性がですね、もうずっとあの健康体だったのに、まあ、子供いる状態だったわけですね。なのにもかかわらず、まあ、突然死してですね、まあ、そのね、えー、なんていうかな、こうまあ、原因はね、特定はされてないんですけど、まあ、皆さんはね、これはご想像にお任せしますが、いろいろやってから140日後に、ね、亡くなったと、まあ、約、ね、半年ぐらいですかね、ぐらいで亡くなったということでですね、あの息子がいる状態で28歳の、ね、元気な人がですね、 半年ぐらい亡くなるって、なかなかこう、ないんじゃないかなと思うんですけど、一応その、まあ、後にですね、いろいろ検査した結果、精、ま、巣、あの中に存在する精子というのがですね、ほぼほぼスパイクにね、置き換わっていると、<laughs> 強く発言しているということが分かったということですね。この教授が言ってるのが面白いのが、もし私が妊娠適正期のですね、女性であったのであれば、例のあれを、まあ、やった人、 えーまあ、そのようなですね男性と母親になるような計画は立てないだろうというような、ね、ことを言っていてですね、まあ、あの前からですね言うてあの情報としてはです、ね、いろいろ出てたとは思うんですけれども 本当にね、結構ね、すごいやばいことがですね、どん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 ね、表に出てきているなというところですね。まあ実際今、本当に出生率というか、出生率というか何て言うのかな、流産の、えーまあ、数というか、そういったところも47倍とかね、そういったレベルになってたりとかするということでですね、まあ、やっぱりですね、僕の周りでも何件か聞くんですよね、そういうの。 うんまあ、そういったところもあってですね、今回そういうね、<laughs> う激ヤバなね、ちょっと情報が出てきたということで、ちょっとね、あのなかなか、えーま こう、革新的だというか、はっきりとしたことは言えないんですけども、まあ原因はね、一体何なんだろうかということでですね、まあこれらに関するところはですね、またね、ちょっと調べて皆さんの方にもですね、オブラートに包みつつ発信をしていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後もですね、こちらのチャンネルの方をよろしくお願いいたします。で、今ですね、こちらのね、チャンネルは、えー、かなりですね、規制が厳しいというところで、僕のお召しる、えー、ニコニコチャンネルの方でこちらでお話しできない内容に関しては発信をさせていただいております。 で、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、購入会の方よろしくお願いいたします。で、他にもですね、僕の運営している公式 LINE だったりとか Twitter、あとはリッキーポ y ティ l クスという新たな、ね、チャンネルも解説してありますので、そちらの方もフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで、今回のご点で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。